レッド・デッド・リデンプション2続きをやっていきます。ではもうね、だいぶね、間が空いてのやつなんだよ。で、何をしようかなと思ったか、カバンをね、強化しといた方がいいよっていうことなんだけど、その前に、なんかこの人困ってる？あ、困ってなかった。ドミノかい。いいよ。カバンを作りたいんだよ。だから一回ピアソンのとこ行って、相談しよう。はい、どうも。What you want, Micah? Nothing. I'm just こ being こ？simple, my brother. Well, hello there. ここか？You really ここhave a でカバ very ン作れ charming たよね。manner. カバンを作りたい。何が必要だ？アップグレード。You okay, Reverend? I'm very into my craft at で、the バッ moment, クでし Micah. ょ？ I'm very happy to make you something if you bring me the right materials. 競争バッグ。だからこれ。何？東の伝説バッグって。生徒の種類のアイテムの保持数上限が増える。でも金品何が一番あった方がいいかな。材料、競争材、競争材あった方がいいよね。詳細。店で購入したアイテムから作成したものまであらゆる種類の競争材の保持上限が増える。鹿の毛皮、裁量、オス鹿。この3つを取ってくれば。裁量ってことはみんなへっしょでやんなきゃいけないってことか。じゃあ鹿の、Thanks, Mr. Pearson. じゃあ俺の間どこだ。俺の間そこだ。黒田さん久しぶり。狩りに行く。狩りに、狩りに行くぞ。で、道具、俺の道具は、あれ？俺道具、道具なんもないこれ。あれ、待って、俺さ、俺、武器で狙う。あ、違う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 、武器。間違えた。え、違う違う違う。あ、持ってんじゃん。これで、ライフル。ボルト式ライフル。どっちのがいいんだろうな。射程、リロード、精度。ダメージがあんまりないのか、これ。バーミント。ローリングなんちゃらライフル。あ、これでいい。これがいい。ズームとかは。すごい格好してる。で、ズームとかはないのか。あれ、ズーム。間違えちゃった。まあいいか。まあいいか。とにかく、鹿さんがいそうな場所に行ってみよう。こっち側にいたよね。鹿の皮裁量、つまりヘッドショットで行かないといけない。あ、これ道なき道か、これ。あ、ちょっと待って、道なき道、これ。道なき道を行ってる？俺道なき道。あーって、痛い。あー、お馬さん、ごめん。ちょっと待って、お馬さん怪我した？ちょっと待って、黒田くん。ちょいちょいちょい、黒田くん。ちょいちょい、ちょいちょい、何やってん、何やってん、何やってん。ちょい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 、いろいろ間違えた。待って、L2 でしょ？あ、なんでなんで、黒田くんになんでなんないの？とりあえず乗るか。ダメだ、操作が。やばい、俺気取ってる？黒田くんに、あ、なってくれた。やべ、操作がやばい。
一旦こう一旦黒田君こうで、もろこしやっとく。怪我はしてないか、大丈夫か、俺が怪我してるか、俺怪我してるの、まあいっか、大丈夫か。道なき道だったから、ちょっと待って、道なき道だったから、ちょっとここはあんまりこう、こっちに道ありそうじゃない、こっちが道かな、あーこっちだ、ここだ、ここでいいね、ここでいい、よしよし、草原に行こう、草原に、ここらにいるじゃろ、鹿たちは大体、大概いるじゃろ。発動、あそこにおるのは、ちょっと待って、ここでだ、これだな、この登場だよ。なんかいなかった今、そっちに。あれ？これってさ、こうやった上でこうってことか。ん？関係ないか。あれ？今いなかった？しかさ、あ、見知らぬ人、なんか怖い。俺はちょっと、カバンを作りたいだけなんだ。いるよね？あそこにいるの何？あれ何？人だった、ちょっと人だった、人、お前いいやつか、なんか困ってるだろお前絶対。武器しまっとくか、何？俺を覚えてるか、なんかしたっけ、俺調子はどうだい、誰？アメリカ人参、おお、取ってる。ほう。すぐ元気になるの？アメリカ人参？おお、取りに来たの？じゃあ食べるわ。俺食べるわ、じゃあ。なんか売ろうとしてんのか、お前。教えてくれただけ？アメリカ人参の効果を。アメリカ人参の効果を教えてくれた。じゃあアメリカ人参取っとく。俺怪我してんな、やっぱ。そんなことない、まあいっか。薬用人参、これ一個掘ったのは、これもったいなくね、人だったわ、なんかいるなと思ったら。ちゃんと俺は鹿を狩りに来てんだ、鹿を。川辺にいるか、おらんな、おらんよな、おらん、本当におらん、誰も。あ、なんか気配がある、何この気配、ん？そっちになんかいる？もしかして、へい、もっとこっちか、こっちになんかいんのか、いるか、もっと水辺か、お水飲みに来てたりはせん。あれ人だな。ちょっとなんでこういなくなっちゃうの？結構いるじゃん、いつも。あ、いた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 。あ、そうだ、俺武器、こういう時に限って武器構えてない。すまて。こうして、あそこら辺にいる。あー、でも、これ狙うのむずい。むずいって。あ、むずいって、下向いちゃったけど。あ、ダメ。外した。待って。今のでいいんだよね、今の感じで。頭を狙う感じで。どこ行った？あっちにいる。追っかけろで。で、ここら辺でもう一回チャンス。もう一回鹿チャンス。いっぱいおるけど、これ難しいな、これ。どこ行った、すげえ遠く行っちゃった、追っかけよう。
追っかけるぞ。あれ外したってことでいい？今のは。あ、目の前に、目の前にいるし、目の前にいるじゃん、目の前に。こう頭、頭を、頭、頭、頭。君、君動かないで。これアシスト、エイムアシストが全くついていないという。あー、動くな動くな動くなって。お前追っかけよう、あいつ追っかけよう。これ生きるために必要だ。あっちに行ってる。あ、あ、ちょっとどこ行った？俺の鹿さん、俺の鹿さんどこ行った？こっち行った？足跡を追跡する。ん？こっち行ったって書いてあった、書いてあった今。あ、いた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 。なんで逃げちゃう？おいおい、お前がうるさいからだろ。静か、静まれ、バシャ。くっそー、いたのに。で、こう行ってどこ行った？こう行って向こうに行った。向こうに行ったから、ここら辺でちょっとこうゆっくりめに、ゆっくりめにこう、そうか、こう行かなきゃダメか。もうもうこういう時間帯、座ったままでも、あ、座ったままでも結構、あ、そっち、そっちに行ってる。足跡を追跡する。あー、そっち行ってる。あ、大間さんね、それはね。うん、ん、目の前、なにこれ、ラベンダーみたいな。ちょっと待って、でも鹿さんもいるな。これ何、これ、これ絶対取れるやつでしょ。手に取って調べる、新しいもんだ。薬草。あ、鹿さんが逃げてくね、鹿さんちょっと待って、鹿さん逃げてく。なにこれ、聖者はスタミナを回復するアイテムの作戦に使える。はあはあはあ、じゃあ取っといた方がいいってことだね。ちょっと鹿さんに向こう行っちゃったよ、行っちゃったよ。バーミントソーセージを、バーミントソーセージを取ってる間に行っちゃった。向こう行ったね、きっと。こうして、あ、そっちに行ったね。こう、もうぐる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 回っとるぞ、回っとるぞ、回っとるぞ。で、違う違う、これいちいちか、いちいちちゃんと装備して、え、なんか死んでる。あ、死んでるんじゃないのか、あれは。あ、死んでるんじゃないんだ、あれ。あいつもやっとく？あー、あー、もう、あ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 、そっか、ここで調べるってやつを押せればよかったんだけどね。よかったけど押せない、そういうことできない。バーミントソーセージの情報はいいんだよ、もう。あ、いるじゃない、いるじゃん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 。あ、間違えた。嘘。あ、今ちょっと焦ったな。今焦った。今の焦った。あ、しかもデッドアイを使わずにっていうね。うさちゃん、うさちゃん。これ、ライフルじゃない方がいいとかある？ちょっと。どこ行った？あ、どこ行った？こっち行った？あ、どこ行った？ What the hell's wrong with you all? 静かですか、僕。レイダー。ちょっとダメだ。これなんか敵対してるっぽい。敵対してる。やばいやばい、逃げろ。まずい。これ赤いもん。だって赤いもん。これ撃たれるぞ。俺撃たれる。なんなん、この人たちは。逃げろ。まずいぞ。雨降ってきた。俺の間どこだ？あ、鹿、そして鹿。調べる。調べられなかった。なんとか鹿だな、あれは。後ろの人大丈夫？これ追ってくるよ、まだ。後ろの人、追ってくんの？これ。大丈夫だよね。あれ、どこ行った？じゃあ、見え。雨で見えん。今おったやん。
なんか今出たな。どっかに何かいるんか。あそこにいるわ。いるけど、いるけど、いるけど、めっちゃめっちゃめっちゃじゃないこれ。めっちゃめっちゃちょっと。いたよね今。雨が。あれ鹿じゃないの？あれは鹿じゃないの？あーいたいたけどいたけど、ちょっと待って、呼ぶっていうのあるよ。あ、しかしかし、行っちゃった行っちゃった行っちゃった。おいお前馬車の音だろ。あーちょっと待って、すげえ移動、大移動大移動、鹿の大移動。あ、大移動大移動してる？してるね、大移動。鹿の大移動が始まったな。ちょっと待って、鹿の大移動したんだった。あーちょっと目の前、あ、いたよね今。あ、物陰になかった今。あーっと、いる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 。ちょっとこうして背を低くして、低くしてこう。あ、違う違う、どうだ、あっちあっちにいた、あっちにいた、絶対いた。あ、遠い遠いね、遠いね、遠い遠い遠い。動きながらも一応できるけど遠すぎる。ちょっと雨やんでくんないかな。雨の人、一旦雨やんでくれないとちょっと厳しいものがあるな、こりゃ。しゃがんでけ。あ、待って、ちょっとこっち側、後ろ、俺のお尻側になんかいる。赤い赤い、お尻が赤い。俺ちょっと雨やんでくれ。あ、いる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 。これ目回っちゃう？みんなさん、あれどこだ？今いたよね。あれ目の前にいた気がしたんだけど。いるいる、ん？これ鹿？君ら鹿？鹿だけど。よし！やった、やったんじゃないこれ。これはいいんじゃない？あ、デッドアイ使ってない。デッドアイ使ってないし、これはいい川なんじゃないか？どうなんだい？これ入りからじゃないとわかんない？いい川かどうか。これどう？いい川？良質じゃダメなんだよね。良質じゃダメなんだよな。良質、あ、俺の馬。馬来れる？黒田さん？黒田さん、でも遠すぎて来れないっていうゲージは出ないから待ってれば来るか。本当に来る？鹿の毛皮良質。あー、最良じゃないとダメなんだよね。やっぱ弓か。弓にしよう。弓弓。ちょちょちょ。弓。あれ弓は？あれ弓どこ行った？あ？あれ弓は？あ、間違えた、なんか、うん？下ろしちゃった。あ、来た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 。来た来た来た。で詰めるの？あ、詰めたけどあんまり良くない。ちょ、積み荷に、あーあー、ホイール、これ弓、あったあったあった、弓弓弓弓。やっぱ弓じゃないとダメ。弓を取ってだね。これじゃないと。あ、晴れてきた、イエーイ晴れてきた。でこうして鹿さんがいないかも。鹿さんが、ちょ、俺腹減った、俺腹減った。食うとこ、よし。ほんでら、あ、なに、やめて、怖い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 、なんかやってる？物騒な人たちおる。ちょっと待って、鹿さんいなくね？ちょっと鹿さんはなんかこっちの高台から見下ろせば何かしらの
アメリカ人参食べよう。アメリカ人参じゃなかったわ。ノコギリそうだわ。まあ、いいか。鹿さんよ。あ、ちょっと大間さん、ちょっと待ってて。黒田さん、そこステイね。鹿さんどこだ。鹿、あ、大間さんもついてきちゃうんだこれ。まあ、いっか、ついてきても。お、ついてくる、ついてくる。やばい、いなくなった。あれ、いなくなった。ちょっと一旦じゃあ乗って、鹿さんいそうな場所に一回行って。あ、こっちはダメ。赤いとこ行っちゃダメ。赤いとこじゃなくて、あ、ここら辺にもうろうろしてたよね、鹿さん。ここら辺に行ってみるか。水辺、水辺じゃない、ここ水辺じゃない、水辺じゃない、これ。干上がっちゃってるじゃん、ここ。干上がっちゃってるやんで。あ、なんかがいる、なんかいる、なんかの足跡あるよ。足跡、これ俺か、俺の足跡。ん、なんかいる感じしなかった、今。弓で頭を狙わないといけない。ああ、武器を構えてない。弓で、ああ、いるな、なんかいるな。あ、違う、あれ人だわ。危ね、大騒ぎ、大騒ぎ、夏美になるとこだった。あ、お前どう、お前、あ、お前ダメ、お前ダメ、お前ダメ。ちょっと待って、こうかがんで、かがんでって。今ノコギリソ食べてる場合じゃないです。いや、これ弓で狙うのむずくない？あれ人か。向こう行っちゃったのよね、行っちゃったよね。なんだこれ、なんか光ったぞ。あー、食べとこう、もう。もう全部食べとこう。もう持てないから。ブルーベリー食って。あ、食ったんじゃないのか。途方もないぞ、これ。あ、なんかいる。ん？なんかいる？なんだこの足跡、足跡。一回さ、チュートリアルみたいな狩りしたとき、こうやって近づいてったもんね。結構遠目から。なんかいるの？なんかいるの？これ小動物かな？これ小動物の可能性ある。私はですね、小動物をじゃないんですよ、狙ってんのは。まず目視して、あ、いる、あそこに。これどの辺まで歩いてかないとダメ？もうこの段階で今さ、見えたんだよ、向こうに。ほら、いるじゃん。足跡を追跡する。未知の動物ではないだろ。え？あれ、未知の動物なの？あれ、いるよね。あれ、あれ、未知の動物？呼ぶ？いや、見えないって、これ。これ、このままさ、かがんでってさ、静かに近づいていけば大丈夫みたいな。そう教わったよね。そう教わったから、ちょっと静かに近づいてって、どのぐらいの距離まで行ける？このぐらいの距離まで行けば当たるかな。じゃあ頭を狙わなきゃいけない。あ、しとめた？しとめたか今。一発しとめか。一発しとめだ。これで最良なんじゃない？これ。どう？
弓が正解じゃない？ライフルじゃなくて。どう？粗悪。そうか、やっぱ動物ってこあれか、あの段階で、しまう場所がないので動物から取れるすべてを手に入れることができない。バッグを開けていらないものを捨てるとスペース、いや、そのためのバッグを作ろうと思ってるんだよ。粗悪はいらないか。じゃあ無駄な摂取これ、無駄な摂取か、これはちょっとショック。ここら辺じゃダメ？もっとなんつうの、なんか遠くの方の鹿じゃないと裁量が手に入んないみたいなことある？来た、へいへい、もう参ったなこりゃ。ちょっと待てよ、一旦帰るか。でもなぁ、そのいるか鹿さん。鹿じゃないなこれ。なんか出るの。あ、どっかにいる？どうしたら裁量が手に入るんだろう。あ、やべ、また道なき道だこれ。あ、いけるか。こっちじゃない、こっちじゃない、こっち。あー、でもぶつかりそう。こっちからじゃいける？こっちからも。ここら辺にいない？あ、なんかいる、なんかいる。あ、ごめん、やめとこ、無駄な摂取やめとこ。俺のキャンプ地どこだよ。これまずいか。ここ降りたらまずいな。ちょっと待って、どこ来ちゃったこれ。このまま進んだ方がいいかこれ。あ、キャンプ違うな、こっちだな、キャンプ。ちょっとごめん、黒田さん戻ろう。あれ戻れない。あれ、どうやって来た俺ここまで。あ、ここから降りれるか。大丈夫これ、大丈夫か。なんか鹿でも種類があるからね。だから裁量ってもうどうしたらいいんだ。裁量とはちょっとピアソン、俺ちょっと一応肉は寄付できるからさ、肉は寄付するけどさ、どうしたらいいんだよこれ。そう？俺に会いたかった。ちょっと突っかかってる。なんか嫌味言われてるこれ。ちょっとここの寄付するからちょっと話終わってくんない？オッケー。まず寄付、まず肉を寄付、食料に寄付、全部肉寄付して、これ良質じゃダメだもんね。まいったな、食いもんもらっていくか。あれ、食いもんもう俺右も左もわからないとか言ってる。急に大丈夫？あ、リンゴ、あれリンゴは黒田さんのためにちょっとリンゴ、ビスケット、臓物、なんだそれ。
どうすっかな。なんかヒントないかな。夜はやめた方がいいもんね。夜はもうやめた方がいいから一旦寝よう。あーどうも。いや元気。なんだっけ、ジョッキーだっけ、なんだっけ名前あの子。これやべえ、俺んちまた見失った。あ、ちょっとシチュー食えんじゃない俺。最近シチュー食ってないから。コーヒーか。あ、今お前が注いでコーヒーじゃなくてそのシチュー食いてんだが。あ、よし取れる。夜だな。そうだな。なんだその報告は。夜だの報告はいらないんだよ。俺は今狩りがうまくいかなくて、あの気が立ってんだ。どけと。もう食うぞ。めっちゃ食え。そうだ。よし。完璧。ほんでだ。夜の狩り行っちゃう？夜の方が。なんか歌歌ってね。ちょっと待って、カバンは、ちょっと待って、メモを見ます。カバンは、待って。材料バッグが欲しいか。材料、鹿の毛皮、穴熊、リース。夜でも行ってみるか。夜の狩りに矢の補充したい。武器はどこだっけ。武器の補充はどこでできるっけ。これオレンジだね。まあ、いや夜はまずいか。一旦寝よう。朝に朝まで寝よう。朝まで寝て、でもう一回狩りに行く。ちょっと遠くに行こう。地図見て。ほんでもう持てないみたいに言われてんだよな。なんかよしそれで行こう。もう狩りに行こう。喧嘩してんな。ダッチが嫁と喧嘩してるぞ。もうほっとこう。嫁はほっとこう。よし黒田さん行くぞ。出発進行。オッケー行くぞ。ちょっと地図見るか。地図見て。あー、ここ鹿ゾーンでしょ。ここ鹿ゾーンってことだよね。ほらこっちは魚ゾーン、鹿ゾーンで、イノシシゾーン、ちゃんと書いてあるじゃん。やっぱここ鹿ゾーンだよな。じゃあもうここだな。あ、じゃあここに行くんだ俺は。あ、こうか。よし行こう。こっちか。よし今度こそちゃんと情報を見ながらデッドアイを使いながら。これ難しくない？これやったことある人すごいすごいね。カバンのアップグレードにこんな時間かかるの。でもやっとかないとね。この先優位に物事を進めるためにはやっとかないと。そういうとこあるからね。ほんで鹿ゾーンはもうこの辺じゃない？鹿ゾーン違う。もう猟してるもんね、そっちで。あれ鹿ゾーンはもうちょっと先なのか。あ、もういるやん。いない？もういるじゃん。あ、逃げちゃった。ここら辺か。もうそうだね、ここら辺だね。じゃあ矢を装備。なんで矢ないねん。ちょ黒田さんの積み荷にあるじゃろ。あ、弓を取る。ん？弓を取って
装備します。よし。で、いないな。逃げちゃったか。どこら辺に。お、すごい逃げちゃった。もしかしてちょっと一旦こうやってこういう感じで、コシカの生息地でしょ、そう聞いてるよ。この感じでいけば、あ、いる？あそこにいる？あれ鹿？ん？あれはただの木か。違う違う違う、あ、目の前にいるやん、目の前にいるじゃん、ほら、これそうだよね、ん？そうだよね。で、調べる、ん？ちょっと待って、え、どこにいる？あ、どこだ？調べるっていうのになるのが、どこにいる？ちょ、見えなくなっちゃった。ん？いたよね。どこにいる？あ、いる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 。で、この子、この子をまず調べる。調べる。すごい時間かかるな。うん。情報を提示する。粗悪。あー、粗悪だから、これやめた方がいいってことか。おうほうほう、こうやって見るのね。はいはいはい、わかったわかった。これで最良ってなる鹿を探してってことか。うわ、すごい、それ、その作業。今の鹿はだから無駄な摂取をしないためにはそういう作業が必要ってことね。理解した。こっち側にはいる？こっちはいないくない？ちょっと重森に隠れて、重森さんしながら、ルル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 ル三条。あ？いないぞ。おい、ここは鹿の生息地なんじゃないのか。鹿の生息地なんじゃないのか、ここらは。マップ上で言うと、俺どこ？俺そこか。ちょっと離れたか。ちょっと違うか。こっちか。ちょっとこっちか。黒田さん、あそこで、ちゃんと待ってるぞ。こっち側とか、こういう茂森の中にいる？こんな近辺を通ってる。こんな近辺を通ってらっしゃる。おっと、気づかなかったな。でもこれ小動物な可能性あるよね。鹿とは限らないけども、ここは鹿の生息地なので、この先にいるのは、あ、ん？あ、木か。お？調べる。これウサギさんじゃない？肉が取れる。裁量、裁量来ました、裁量来ました。呼ぶって何？行っちゃったやん、呼んだのに。どういうことだよ、どういうことね。今呼んだのに行っちゃったの、どういうこと？呼ばない方が良かったじゃん。ねえ、呼ばない方が良かったよ、今、絶対。いっぱい交差点、すごい交差点。俺が見た。今、呼んだから向こう行っちゃったやつじゃない？これ。あそこにいる？なんかいない？あそこに。調べらんないの？これ。狐はいらんよね。あそこになんかいるぞ。合わないな。これ、重森さん、中腰重森さんして、今いたのはどこだ？なんかもや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 してるぞ。
モヤモヤしてるものはいいんだよ。これモヤモヤしてるものに惑わされると、逃げられちゃうから。どういった、そっちが降りてった。モヤモヤしてるものに惑わされちゃいけない。惑わされちゃいけないけども一応取っとく。あ、惑わされちゃった。ちょっと目の前に鹿がいるのに惑わされちゃった。ちょっと座って。いたよ今ね、えおったよ今ねえねえ、そっち、あれどっち、今おったよねえ。惑わされ惑わされてたからなんじゃないの今逃したのねえ。絶対惑わされたからでしょ今ねえ。朝反省してほしい。鹿の足跡、そっちに行ってんだな。もうこの中腰、中腰しげもりスタイルで行くから、中腰しげもりアーサーで行くから。うるさいな、ちょっと今話しかけないで。何、どこの誰、誰が今呼んだの、気持ち悪。よし行こう。どこ行った。あ、川辺を進んでる、川辺を進んでるよ。あ、どうも。どうも。あいつぴょん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 してんな。遠い。もう全然遠いくないこれ。でもこのまま行かないとまた逃げられちゃうよね。この状態で行かないと。ちょっと見え。川沿い、いや、上から行った方がいいな。水浴びしてる？違う？あれは岩か。あ、すごい目の前じゃん。あ？今すごい目の前じゃなかった？あ、いるけど、わー気づかれたか今。あ、向こう行っちゃった。ちょっと警戒心強すぎない？みんな。ねえ。ちょっと警戒心の塊みたいな。なんで急に武器持てなくなったんだよ。やばい、みんな警戒心の塊じゃない？ちょっと、キリってる。今あそこにいる。あ、いないんか、あれ岩か。あ？あ？なんかいる？あ？何？なんで死んでんの？俺やってないよね。顔剥いどく？もうこれ絶対粗悪でしょ。えいっ、どうなの、粗悪だよほら。鹿がやったんか。やった割には食わないで行ったみたいな。ダメだ、この辺いないもん、いなくなっちゃった。ちょっと上に行こう。違う鹿を探そう。ここはいない。あ、うさぎさんおる。うさぎさん捕まえるか。いや、とはいえ一回逃げちゃったらもうやめたほうがいいな。拉致が開かねえ、拉致が開かねえぜ。この勢いで走っていくかいけないのか。普通に歩いて探す。あ、なんか食べるか。これ食べるんじゃなくて、食ったわこの人タイム。それ肉のあれにするやつでしょ。だって取っとくか。じゃあクリーピングタイム。でん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 。さあここで問題です。クリーピングタイムスタート。はい終了、クリーピングタイム終了。あ、なんかやってる、あそこで。え、あれ脅威な人たち、なんかやってない、何やってんのあの人たち。ちょっと透明から。あ、ちょっと待って、そんな場合じゃない、鹿がいる。違う、なんで武器外しようかな。で、こうして、情報提示。粗悪か。粗悪か。ダメだな。っていうか、なんか、撃たれた？これ。あ？
囚人、囚人、お前ら、お前らよくないことしてねえか、お前ら、お前ら囚人、囚人だぞ、あいつ、あいつら。お前たちちょっと待って、ダメなやつじゃない、お前らちょっと、お前らダメじゃない、これどうなの、こいつは逃がしていいの、なんか今お前ら悪いことしたろ多分、絶対お前ら囚人だな明らかに囚人だな、こいつら、こいつらなんか悪いことしてる多分。じわじわじわ、その服着替えないともう囚人、囚人オーラがすごいよね。俺がついてきてることに対してなんかないの？え、何この状況？これ撃たれる？囚人。わあ、すごい囚人っぽい顔してる。このタイミングでこのちょっと撮らせてもらうね。え、この人たちなんなん？え、ダメな人たちだね。こいつ、こいつやった方がいいんじゃないの？やんない方がいいの？どっち？挨拶してみる。はあ、そうですか。まあでも何もしてこないからまあいいか。じゃあ俺は、俺は行くね。なんかよくわからんから、怖いから。俺は狩りをしているからね、狩りを。はい、なんかヘビんだけどねえ、え、死んだ？ヘビ、ヘビの皮なんか意味ある、これ。はいはい、ザンザン、粗悪か、粗悪だった。とっとこ、ワイルドキャロット、アメリカン、アメリカ人参じゃなくてワイルドキャット、あ、ワイルドキャットじゃねえや、ワイルドキャロット、ワイルド、ワイルド、食べとこ、もう取れないんだったら食べとこ、よし、食った食った、生でボリボリ食った。ちげんだちげんだ、俺は狩りだ、狩りだ、忘れがち、忘れがち人参、忘れがち人参しちゃった今。カリカリ、あーと、ウサギさんいるな、ウサギさん、ウサギさん。これでも追っかけるも何もさ、鹿さんいない、スカさん、スカさん、鹿殿、鹿殿おりませんか、私と遊びませんか。鹿殿がいない。ここじゃダメか。もうちょっと。堂々と。でも堂々と言っていつも逃がすんだよな。あれ鹿さんか？あれ鹿か？あれはなんだ？あ、人が倒れてたのか、さっきの。もうそれは仕方ないな。俺が近づいて、俺が犯人みたいになるの嫌だから。ちょっと、一旦。鹿さん、あ、あれ鹿さんか、あ、あそこにいるのが、あれ何、木、あれはただの木か、あれは木か、どっちどっち、
あ、木じゃない。木じゃない。木じゃない。あの子たち、あの子たちを、調べる。あ、違う違う違う。あの子たちを調べれない？情報デジ、情報。あ、情報が交錯してる。情報があまり得れない。粗悪、こっちは？粗悪の鹿しかおらんぞ、ここ。あの鹿は？鹿のオス。もうちょっとこう、近づいて。これ調べたやつってことか。え？こいつは？情報。みんな粗悪だな。なんでだ？ここら辺ダメなのか、もしかして。ダメな感じ？ここは。ダメな感じかな。するってえと、じゃあもうちょっと旅に出るか。ちょっと待って。じゃあこっちの鹿ゾーン、ここ遠いな。ここ行く？じゃあここのゾーン行くか。ここのゾーンに行こう。こっちか。ただなんか遠く離れたところで、それで最良の鹿さんに会えるかどうかっちゅうのは分からんよね。そういうことじゃない可能性もあるよね。この今回の動画は完全に作業用で、作業用にもなんないな、このクソ動画。ごめんなさい、本当に。ただ私は楽しいんだ、このゲームはな。急カーブ切ってく、私をどうか笑って。はい、はい、どうも。ここら辺にもいそうだけどな、鹿さん。探せば。あ、こっち。ここら辺は問題起こしちゃいけないって言うけど、狩りもダメってこと？武器使っちゃいけない系土地。見知らぬ人どうしてやめてくれっつってる？どうした？どこだ？あ？あ？なんか今やめてくれって言ってなかった？ねえ。俺こうするよ。あ、ダメだ。なんか。ん？なんか、どうしたの？拳銃持ってない方がよくない？これ。何やってんの？何やってんの？あ、ダメ。なんかすごい狙われてる。やばい。敵対してる。まずい。ちょっと黒田さんどこだ？黒田さん。やばい、逃げよ。なんかすげえ狙われそう。よし。はよ乗って。なんでもないです。ごめんなさい。すいませんでした。なんか違う。人助けしなきゃいけないターンかなと思って。ちょっとそういうターンなのかなと思って、ちょっと道間違えた。こっち。え、ここら辺？もうここら辺じゃん、鹿さん。へい。え、ここら辺にいるのか。もういるのか。まだ分からん。でもここらだな。あ、ごめんなさい、今マイクが去ってなっちゃったかもしれない。なんか牛の鳴き声したんだけど、牛じゃなくて鹿なんだよな。いる？本当にいる？ここに。鹿のしの字も浮かんでないぞ。なんだその、それは浮かんでないってなんだ。え？いいな、騙された、これ。ちょっと地図。いや、でもここだね、今ここだね、ここだね、いるだね、ここに。
いるって書いてあるぞ。静かに言ったらいる？あ、いる。遠いけどなんかいる、あそこに。裁量来た、裁量来た、裁量来た。これはもう逃すわけにはいかん、さすがにな。あそこにおるな。裁量来ました、来ました、裁量。遠くてまだわからないけども、いました、いました、来ましたよ皆さん。ついにこの時が、ついにこの時がやってきた。あー、どこ行った？おい、あ、あ、やべえ、もう目の前から消え失せてしまった。どこに行った？あ、どこ行った？あ、いる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 。あ、まずった。まずってはないか。いった？ダメ？どうどう？今頭にいかなかったな。でも頭にいかなかった今。ダメか。血はあるけども、どこ行ったんだ？こっちか。こっち行ったな。あ、で、あ、もう行って、逃げてる逃げてる。逃げちゃった？もしかして。どこまで逃げちゃったんだろう。あ、向こうに、こっちに行ってる？あ、いたじゃん、いたじゃんね。ちょっと。そっち、こっち行ってる？こっち行ってんな。こっち行ってんな。ん？こっちに行って？あ？ここで消えてる？こう行ってこう行って、違うの、こっちで向こう行ってんのか。こっちに行ってる？こっちに行ってる。あ、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 あれは普通の馬だよね。あれ普通のお馬さんだから違う。え、どこ行った？ここら辺に。あれ、あれ、こう行ってこう行って、こう行ってこう行って上登ってんのか。また上の方に行ってる。で、どこだよ、そっち？あ、そっちか。ん？こっちってこう行ってる？また下ってる？あ、いたかも。内側にいるかも。あ、すごい、黙っちゃう黙っちゃう、ねえ黙っちゃう。あ、もう足跡なくなっちゃった。牛がここら辺まで来て、違う、あれ、あれは牛だよ。牛じゃねえや。み、今の裁量だったのに。どこ行った？マジで。鹿さん出てきて、マジで。俺、この動画内に鹿、裁量の鹿さんをゲットしないと終われないよ。あー、どこにいる？
水辺にいる？いないか。ちょっと地図見て。あ、すごいとこまで来ちゃったね。すごいとこまで来ちゃった。一旦戻った方がいいか。一旦戻って、整えよ。呼吸をね。呼吸を整えよ。むずいなー。この家、人住んでんの？この家。あ、人いるじゃん。これ、入れる？お邪魔します。お邪魔します。うわ、ダイナミックごめん、ごめん。なんかごめん。ここ、撃たれる、撃たれる。俺撃たれる。なんか今、銃向けてなかった？ダイナミックこんにちはしちゃった、今。すげえこんにちはしちゃった。あんなダイナミックにこんにちはできることあんだね。あ、なに？伝説の？伝説のとかそういうレベルじゃないんだよ、今。今ね、そういう次元にいないの。なんかでも伝説のなんかがある。なに？伝説の何か。手がかりいいじゃん、これ。キツネ？キツネ。ほんほん。こっちに行ってる？これ行った方がいいやつ？あ？どこだ？あ？ちょっと待って。あいつか？伝説の動物は。は？なんだ今の。は？どこ行った？は？すいません、こっちになんか来ませんでした？来ませんでしたね。怖い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 。この人怖い。なんかすげえ騒いでる。ごめんごめんごめん。逃げろー。なんでだよー。なんでだよ。追われてる？まだ大丈夫か？じゃあハテナが出てるぞ。なんだあのハテナ。あ、間違えた間違えた。もう全然全然なんか焦ってダメ焦ってダメ焦ってダメ。ちょっとハテナなんだこれ。なんだこれ。何？ハテナってあったよね、今ね。ここもやも、もやってるよ、だって。何？何のハテナ？またなんか変なことに巻き込まれる、これ。なんこのもやってんの、ここ。え、なんでもやってんの？は？ハテナ。伝説の動物の話ね。ここに行った方がいいね、じゃあね。伝説の動物のテリトリーに入ったみたいな。あ？ハテナはそこだぞ。なんかいるの？ここに。あそこになんかいる？あれ生き物？何あれ。良質か。最良じゃないのか。ダメだな。っていうことは一匹いるってことはいるんじゃない。あ、座って座って。一匹ダメってことはないんじゃないの。あ、一匹だけか。あ、一匹だけしかいないか。ここの高台ちょっと眺められるな。やばい、裁量が手に入らない。ちょっと一旦ちょっと一旦休もう。ここで
旦ちょっとキャンプ一旦ここでキャンプします。今回裁量手に入んなかったけども、次回こそは絶対裁量手に入れるから、ちょっとお楽しみにしてください。ちょっと今日はこの辺でさよならしたいと思います。ちょっと肉食おう、せっかくだから。たまには俺ビスケットばっか食ってっから、いつも。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで、俺を